鈴木清鈴木清から1915年3月21日は日本の実業家。北海道開拓を事業とした赤新社の初代社長であり、また神戸区会議員、赤十字神戸支部幹事、神戸商業会議所議員なども務めた。元節置国三田藩士。家は代々久喜家の重心であったが、廃藩地権を転機に神戸に移って事業に手を出すようになる。 ここでアメリカンボードの宣教師で神学博士 J.D. デイビスに出会ったことからキリスト教徒となり1874年日本初の改修派協会である摂津第一公会の創立に参画1878年頃には日本初となる牛肉缶詰の製造を行って事業も大いに伸びていたがその後北海道開拓を志し 1880年、移民による裏川開拓を目的とするキリスト教結社である赤心社を起こした。赤心社による開拓は、公害などのため当初困難を極めたが、副社長の沢茂吉が現地に渡って指導を続けたことなどもあり、1886年頃からは軌道に乗るようになった。特に牧畜事業を始めたことは、その後実行一円が、 馬産地として発展することの基礎となっている。なお、鈴木や佐原幹部は経験なクリスチャンであったため、赤信者の事業が軌道に乗った後も、給料など、幹部の物質的報酬は最低限に抑えられていた。ありがとうございます。